くれたんで、はい、いただきます。いただきます。でもなんて言ったってプロが作ったあれですから。でもなんかちょっとじゃんけんで負けた方から食べよう。火通ってんのかな本当ですよね。ちょっと見た目的には、まあ、めっちゃおしゃれなんだけど、はい、じゃあいただきます、まあ、これさっき手でむしってたキノコじゃない。でまだこのキノコ巻いてないんですよ。あのしめじの方が私すごい心配根元が入ってる。根元が入ってるしめじのこれアイディアだよね、はい、これ多分焼きそば用のやつをこうチンして、はい、あれチンすごかったよね。そうチンのやつすごかったですね。チンしたの。チンしたんですよ。いただきます。うまい。早いね。あ、でもね、失格ですから。シソの香りがすごくして、和風ガネフラって食べるパスタだ。プロ。これは美味しい。プロだ。そんなに。プロって言うんだ。美味しい。もうあんだけ今プロプロ言ってたのに。プロって忘れたのに。お金払って食べるやつだ。マジそんな？この味大好きです。そんな？もう1分半って言われたら結構な合流だ。うん。どんどん増えてる。入れた瞬間に。え、マジ？あれ見て、もっちり生パスタ。あ、そこはそれです。それはそれでも。でも失格ない。でも失格だから。失格ですか？私失格。うまい。うまい。これ多分全然一番だよ。味は何で間に合わなかったんだろう。なんかオニオンとかも入ってて、オリーブオイルが浮いてるのかな。結構手が込んでる感じ。3分クッキーだってめっちゃいい匂いしますもん。先に汁をいただきます。汁ってあ、これね、よく言えば玉ねぎにシャキシャキ感が残ってるし、悪く言えばスープの割に火通ってますだからこそのあれよ、新玉ねぎ使ってみたら。うーん、どういうこと？シェフ新玉ねぎは一応生でも食べる。あー、そういうことか。あの、お腹壊してる時に優しい味。なるほどね。優しい味。優勝じゃないかな。いや、時間時間オーバーしてるからこうだよな。俺が3分で間に合ったら世の中の人たちは作りたいと思うんですよ。うん、そうね。美味しい。これでも練習したら3分切れない。これね、練習させて伸ばすんだ。練習したらいけるんだよ。練習して廃材さえ勝つ。玉ねぎをやめるし、そうだから一品にしたら、何かを減らしたら一品にすれば、一品だったらいけるかもしれないね。美味しい。そう、一品やったらネギにするとカット味する。ネギやろうとするから間に合ってないけど、もしかしたら集中してこっちの一品のみにしたら、一品のみにしたらいけるかもしれないですね。でもこれが味濃いから、そう、この味でいけるんだったら勝てると。なんかでもトマト入れてるからいいね。でも玉ねぎ食べてないでしょ。でも玉ねぎ新玉ねぎ引いたら安心して食べる。安心して食べる。そういうことじゃなくて、そういうことがね、いないんだよ。新玉でも関係ねえから。食べてみて。もういないんだよね。いるって、ここに。あ、でもそいつ柔らかめやわ。全然シャキってるよ。シャキってるよ。なんだろう、イタリアンまとまってるね。じゃあちょっと点数を、ね、あの、なんか初めてちゃんと料理だね、料理って感じ。3分クッキングってこれですよ。3分じゃないよ。クッキングですもんこれ。今までの何だったの。でも3分オーバーしちゃったからね。このチャレンジは3分切ってる人が絶対王者ってことなんですね。美味しい。あとお箸がなかったね。お箸なかったね。初めて見た。初めて見たやろ。はい、採点が終わりました。せーの。うわ、高っ。うわー、うわー、めっちゃ高い。やば、次元が違う。これがね、3分でできてたらっていう点でちょっと若干引きましたね。でもこれが3分クッキングですから。初めてクッキングを見た。初めてクッキング見ました。料理だったね。料理。あと、まあ、さきさんの時もクッキングでしたね。あ、本当やった。それ以外の人たちはあの、あ、お遊びでしたから。意外性が結構
結構高いポイントとしては3分なのに生野菜切るんだっていう。そうですね、うん、だって多分ねクッキングで生野菜初だったよ多分。本当ですね、皮むいて切ろうと思わないもん、思わないよね。そもそもクッキングがいない、ポテチ使ってたよご飯はねポテチにぶっかけてやりましたよ、ね、本当に。ザ王道のクッキングでした、はい。できてたらな。でもこれ練習したらいけんじゃね、言ってほしいですね。とはどっちか一品に絞ってればもしかしたらそのギリギリ大丈夫だったかもしれないんでね。だからそのスパゲティの方だけに絞ってやればよかったんだけど、キノコの量を減らすとか。あ、キノコ、キノコの種類減らす、キノコは一つに。そう、確かに3つ使ったからね、3つも欲張っちゃったから。最後手でちぎってたから、ちょっとだから未だにしめじの根元が入ってないかが心配にそれだけがちょっと。まあじゃあ締めましょうか。ありがとうございます。すごかった、ありがとうございました。3品目できました。3品目トマトの上に、これはなんだ、しめじが乗っかってますね。トマトのしめじ合い3品目でございます。